皆さんこんにちは。こんにちは。さあ始まりました激闘第45回全日本オセロ選手権、司会の前畑貴隆です。そして私の隣にいらっしゃるのが解説の中島哲也八段です。中島です、よろしくお願いします。この番組では今年の7月に千葉県千葉市で行われました第45回全日本オセロ選手権の模様を無差別の部の決勝の対局を中心にお送りします。オセロの全国大会は年に3回行われているんですが、中島さんは3月の名人戦で準優勝したんですよね。はい。今大会の中島さんの活躍も楽しみです。さてこの全日本オセロ選手権はどのような大会なんでしょうか。そうですね、春にやっている名人戦と違ってですね、各地で予選大会があって、まあ、14のブロックに分かれているんですが、その予選を通った64名だけが参加できるという、まあ、そういう大会になってますね。ありがとうございます。当日は無差別の部、そして女子の部、そしてフリークラス、合わせて160名が参加しました。そうですね、無差別の部は私も出る部門なんですけど、まあ、誰でも出られる、まあ、最強の人を決める部門、まあ、女子の部が女性だけが出られる部門、そしてフリークラスというのが無差別の部門にはちょっと残念ながら出られなかったけど、その次の、レベルのクラスという感じですかね。はい。それでは7月16日日曜日に行われました全日本オセロ選手権、まずは女子の部とフリークラスの予選から決勝の模様と各優勝者のインタビューをご覧ください。今回の全日本オセロ選手権の舞台は千葉市美浜区にある幕張メッセ国際会議場。頑張って優勝を目指してください。よろしくお願いします。女子の部の出場選手は32名、そしてフリークラスは64名が出場しました。こちら女子の部の大会の模様ですけども、中島さんご存知の顔も。そうですね、はい、中に教え子もいたりしますよ。なるほど、新しい顔も結構多いでしょうかね。そうですね、はい、各テーブルでは熱戦が繰り広げられています。そしてこちらフリークラスの試合の模様です。こちらもまた新しい人たち来てるんでしょうかね。そうですね、新しい人もいるし、無差別にいていいんじゃないのっていう人もちょいちょいいますよね。ああ、なるほど。こちらのフリークラス、年齢関係なく。そうですね。ですね。はい、こちら女子の部の決勝になります。決勝は、辰巳六段対菅原三段ということになりました。中島さん、辰巳さんのタイプどんなタイプなんですかね。そうですね、序盤から相当研究してこう自分の得意な形に持っていくみたいな打ち方で、ちょっと一昔前に時代を築いた選手ですよね、まあ、今でも全然トップのプレーヤーで、はい、菅原さんはね、はい、相当強いですよ。私持ったことありますけど、無差別の相手に普通に勝っちゃったりするぐらいの力を持ってるんで、はい、そして対局が終了した模様です。女子の部の優勝は菅原美沙三段です。はい、こちらフリークラスの決勝の模様になります。対局は山崎五段対倉橋四段、なんと中学生と高校生の対決になりました。中島さん、ここいかがでしょう。そうですね、なんかここのところフリークラスって若い子の活躍目立ってますよね、はい、フリークラス優勝は山崎東也五段です。
女子の部優勝おめでとうございます。ありがとうございます。全然勝てると思ってなかったのでちょっと驚いてます。ちょっと時間がないというか、はい、最後まで、どちらが勝つかわからない難しい試合でお互い時間もギリギリだったので、どこで勝てると思ったとかはちょっとわからないんですけど、いい試合ができたかなと思います。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今の率直な感想は？すごく嬉しいです、最後まで集中できたことかなって思います。以上、女子の部とフリークラスの模様でした。お二人に何かありますか、中島さん。そうですね、2人ともメジャー大会初優勝ですよね。おめでとうございます。それでは無差別の部の模様をお送りする前に、中島八段の名物コーナー、オセロをもっと上手くなりたいという方々に見ていただきたい中島八段のワクワクオセロクラブ、それではどうぞご覧ください。中島八段のワクワクオセロクラブ。というわけで始まりました、中島八段のワクワクオセロクラブ。私が言うのもなんなんですが、ワクワクっとですね、オセロに関するお話とか、技の説明、そんな感じのクラブ活動を行っていきたいと思います。今日のお話はですね、前回の続きになるんですけれども、前回、オセロでとっても重要なですね、自分の打てる場所を減らさない、相手の打てる場所を増やさない、そのためのとっても重要なテクニック、中割りについてお話したんですが、今日はその復習とですね、それよりさらに進んだ話をちょっとしたいと思ってます。中割り覚えてますかね。オセロっていうのはですね、自分の石打つ裏返す、その時に例えばね、こういうたくさん取るような手はまずお話にならないんですよ。自分の石をたくさん増やしちゃうと相手の打てる場所が増えてしまう。で、前回の中割れというのはどういう手かというと、こういう手です。黒はここに打つとね、この石だけが裏返るんですが、この裏返った石、周りを他の石にこう囲まれてますよね。別な言い方すると、内側にある石だけを裏返すような手っていうのが中割りと呼ばれる良い手なんです。で、こういう手を打ち続ければですね、相手の打てる場所が増えないし、自分の打てる場所が減らないということなんですね。で、今日はその中割りの次、中割りの相手の中割りの手を消すということをちょっと考えてみたいと思うんです。で、今これさりげなく黒で打ったんですけど、本当は白の番で、白の人がこれでどこに打とうかなっていう時に、自分の中割りの手を探すっていうのも大事なんですけど、まず最初にですね、相手の立場に立って、相手の中割りの手はどこにあるのかなっていう目線で考えます。すると今言ったように、ここにね、黒の中割りの手がある。白の立場としたら、相手のこの良い手を打てなくするっていう観点で考えてほしいんです。で、相手のこの中割りの手を打てなくする方法というのはいくつかあるんですけど、一つは先に打っちゃう、自分の今打ったこの手自体は中割りじゃないんだけど、相手の中割りを消すという意味で大変良い手になるんですね。で、もう一つは、相手がここに打つための元になっている石ですね、挟むための元になっている石、種石っていうんですけど、この石を消してやるっていうのがあります。この手を打ってやると、相手は次打ちたかった中割りが打てなくなるんで、どこか他の手を打たなきゃいけない。で、中割れじゃない他の手を打つということは、こちらの打てるところが増えるということなんですね。という感じで、なかなか簡単にはできないんですが、相手の良い手を消すという意味で、中割りの手を打てなくするというテクニック、今回は覚えてみてください。以上、ワクワクオセロクラブでした。なるほど、だんだん難しくなってきましたね。そうですね、はい、ただ相手のやりたいことを捉えて嫌がらせをするっていうのがポイントですね。相手の手まで読むっていうのがポイントですよね、はいはい、それでは無差別の部の予選の模様と白熱の決勝の対局をご覧ください。全日本オセロ選手権無差別の部の出場選手は64名、
予選は6回戦制で行われます。さて今回は誰が勝ち上がってくるのでしょうか。はい、強豪の選手の顔も見えますね。これさんもこの大会には出場されていたんでしょうか。いやちょっと記憶にないんで、もしかしたら出てなかったかもしれないんですけど。あ、中島さんですね。これ出ましたね。6年の成績だったんでちょっと記憶からもう消していたんですけど。この日の調子はどうでしょうか。いまいちでしたね。年中戦で、ね、行きませんでした。小学生もですね、無差別の部に出ていまして、この決勝戦への進出を競っています。どうやら全日本オセロ選手権決勝の2人が決まったようです。決勝進出の2人は北関東ブロック代表の栗田誠也7段、そして東京ブロック代表の中野城6段です。どんな戦いになるんでしょうか。もうここまで来たのはとにかく、まあ、自分の実力を、まあ、もう思いっきり出していきたいと思います。そうですね、まあ、自分の打てる最善手を各局面で打っていきたいと思ってます。はい、以上です。なかなか登ってこれる場所ではありませんので、どうか人生最大のオセロを今打てます。人生に残る記号をね、記号を残してください。期待しております。決勝は実はですね、会場とは違う個室でいつも行われているんですね。対局の方を始めました。前半のところでどうでしょうか。これは普通の虎定石からの進行の戦い、なんていうんでしょう、考えずに打ってるというか、こいつ打ってやるぞと思ってここに臨んでるので、時間もほとんど今一息つくのはこう一応確認というかですね、まだこう頭は通してないですね。でこの辺が作戦のキロで、中野くんはですね、あの手で来るはずです。そうそうそう、彼これが得意なんですよ。この辺栗田選手は何を考えなきゃいけないんですかね。一番素直な受け方をしちゃうと、はい、相手の注文にはまると、相手がこう準備してきた、研究してきた進行にはまっちゃうっていうのがあるので、はい、わざとね軽く変化してやるっていうのを栗田君いつも考える人なんですよね。ここで変化するかしないか、いやこれは普通の手にしました、はい、まあ、人によるんですけど、相手の変化をそのまま最も良い手で受けるっていう人もいるし、わざとちょっとひねって、その相手が準備してないであろう進行にこう引き込むっていうのを狙う人とかですね。先ほど教わった相手の手を読むが、まあそうですね、重要になってくるわけですね、この辺2人は何を考えるべきなんでしょうか。そうですね、大抵ですね、このぐらいの形だと経験があるはずなんですよ、はい、でどこに打つのが一番いいとかもおおよそ知ってるはずなんですね、はい、だからその中で最も相手が知らなそうな進行を選ぶっていうのがポイントで、まあ、知らなそうっていうのも想像では分かんないんで、普段からこう一人一人のね、この人はこういう手が得意なんだっていうのを研究しておく必要があるんですけど、まもなく中盤に差し掛かります。そうですね、この辺からちょっと時間かけ始めてるので、はい、初めて遭遇した局面である可能性ありますね。中野選手の方が先に辺の方に出ていきました。この辺の中盤の状況はいかがでしょう。そうですね、互角ぐらいには見えるんですけど、はい、まあ、やっぱり黒がこうちょっと強引に辺に出されているというよりでも彼望んで打ってるような感じはあるので、はい、多分互角ぐらいなんだと思うんですけどね。白も上手に手を残さないと極端に苦しくなったりもするんで、少し考える時間が長くなっていますかね。そうですね、はい、2人の表情からこの辺どうでしょうか。まだ少し硬さとかありますでしょうかね。
そうですね、自然な顔してる気はするんですけどね。はい、中盤戦になります。古田選手、意外と早く打つように見えますけども、もともと早く打つタイプだったりするでしょうかね。いや、これは逆で結構じっくり考えて時間使ってますよね。なるほど。昔はね、彼相当こう序盤の研究をしてポン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 打つ人だったんですけど、最近はあの大学受験のあたりからあんまりオセロやってない、研究してないっていう時期が続いたみたいで、はい、だから本番でこうじっくりと時間をかけて読む必要がある局面が増えたのかなっていう気がしますけど。今あの黒の横に白を打ちましたけど、これはどんな手なんでしょうか。そうですね、あのつけてっていうのは、はい、あの 今黒が打ったことによって打てるようになりましたけど、はい、左側の A の6っていう座標で呼ぶんですが、はい、そこに黒が打てないから、はい、打てないままで打った手って感じなんですけど、だから黒は A の6を打てるようにしたんですね、はあ、まあ、これで中野は六段左辺を通るか取ったか切り返すっていう、白に取らせるっていう選択肢もあるんですが、はい、ここはちょっと積極的に取っていきましたね。まあ、あの右下方面にね、白の手がなくなってる状態なんで、はい、白としてもそういう手数的にギリギリなんですけど、まあ、ただ黒はこの外側を取ってるってことで、最後ですね、はい、白がこの何て言うんでしょう、隅の周りというか X の周りで手を稼ぐということができるので、はい、まあ、その辺との差し引きでどっちが勝ってるのかってとこですが、いい勝負だと思いますね。今白が辺に出ました、はい、この手どうでしょうかね。そう、黒に手を出させるために当然入ってって感じですかね、はい、で上側の辺は今白からは、あの黒からは打てないので、白としては手を出さないまま置いておけるといいよねってことで、今ここで一旦黒に手を渡す感じですね、はい、確かに上の辺は今黒は打てない状態ですね。で下側に手をつけさせると、その隣に白の打つとこができるという感じ で、はい、でだいぶ残り時間減ってきてますけど、はい、この大会は時間切れ負けではなくて、時間が切れたら30秒の一手秒読みがあるんで、結構安心してじっくり時間使ってますね。確かに時間は減ってますね、私6年前の名人戦の決勝で時間切れで負けてますんで、あの大会もね、この秒読みルールがあれば勝ててたんですけど、やはり時間との戦い、結構プレッシャーを感じるんですかね。かなりそうですね。特に終盤になればなるほどね、はい、たっぷり時間かけて読みたいんだけど、残り時間が足りないからどこで妥協するかっていうね。今 X に打ちましたが、この手はどうなんでしょうか。これはあの黒が隅を取ったら、白は脇に潜ってその横 の隣の隅が取れるっていう手なんで、はい、あの普通の手ですね。ここで白がどうするか、はい、上側の壁を破るのか、それともそうですね、また X に当てれます。 X に打ったけど、これ対角線が白で通っていて、黒がこの右下がりの対角線、はい、切ることができないので。そうですね、まあ、そういう意味でそういう攻撃的な、はい、今また白の横に黒を出した、ね、はい、これ白が隅を取ってきてくれれば、はい、あの逆偶数って言うんですけど、わーきつい返しですね。これこの手は何か作戦があるんでしょうか。そうですね、これ右上で手を稼ぐ手なんですけど、はい、この会社は多分中野六段読んでなかったですね。今のなんかちゃちゃってやり取りがあった右上のあの2手で勝負が決まっちゃった感じですね、はい、あの1手やはりかなり奇襲作戦みたいな感じなんでしょうかね。そうですね、まあ、中野六段後悔してると思うんですけど、読み落としちゃったなっていう、あの交換なしにこの手順できてれば多分細かい勝負なんですが、はい、いやでもその隙、一瞬の隙をつく栗田七段の強さなんですけどね。試合だいぶ終盤に進んでおります。ここでさっきの右上の交換がなければ黒内側に潜り込むことができたんですけど、まあ、こんな感じでね、隅を辺を取りながら隅を抑えられちゃう、はい、でまあこの辺は一応安全のため終局まで
石の増減を数えて、はい、栗田の中の価値を確信してから打った、はい、こうなるとさすがに黒どうすることもできなくてですね、はい、右上から白にこう順々にヤスリ攻めって言うんですけど、はい、右上の隅から順番に上の辺を取っていかれて、はい、自然と白が多く残る形ですね。もうね、時間の方は過ぎていますけども、それより30秒ずつ持ち時間がありまして、これ確実に勝利に導くために、そうですね、はい、で今白が打つと黒がどっか1箇所か2箇所だけ打てるようになるって状態なんで、はい、白の栗田七段としたらこうその1本か2本の道筋さえ読めば、はい、まあ、その手順で33個以上残ってるのかどうかって、はい、結構簡単に分かるんで、これはもう 100% 以上勝利を確信して打ってますね。中野六段ももうこれもちょっと負けたなっていうのは分かってるんですが、その中でも一番良い手を打とうと、はい、それでも慎重ですね栗田選手。そうですね、はい、参考に通常最後で打てるところのパスの方がまた大きいですね、はい、というわけで見事優勝したのは栗田誠也七段でした。ご覧いただきましたように、第45回全日本オセロ選手権、栗田誠也七段が優勝しました。どうでしたか中島さん。いや本当は今の決勝いいゲームでしたね、かなり競ってて、中野六段の終盤の一瞬の隙を見事に栗田七段がついたのかなと、はい、最近栗田七段があんまりこうプレーしてないっていう噂は聞いたんですが、終盤の正確さ健在ですね、はい、ちょっとドキドキしましたね、はい、それでは最後に優勝した栗田七段のインタビューと表彰式の模様をご覧ください。まあ、とても嬉しいですし、練習がいまいちこうできていなかったので、かなり意外な気持ちもあります。決勝はいかがですか。決勝はずっと不利な形勢 でそこからまあ、自分がこう勝負手っていうんですけど、まあ、勝負に出て、でまあそれがプラスに働いたかなというふうに思います、はい、そうですね、全体的にやっぱり苦しい試合が多くて、無差別の試合は強豪が集まる場所なので、まあ、本当に苦しい試合が多かったんですけど、まあ、粘って粘り勝ちっていう試合が多くて、まあ、苦しかったんですけど、まあ、いい試合がたくさんできたかなというふうに。栗田誠也との続きまして、長谷川プロモーション特製オセロクッションでございます。じゃあ裏もお願いします、はいはい、ありがとうございます。よかったですね栗田選手、これで全国大会2回目の優勝となります。表情もすごく晴れ晴れしてますね。そうですね、やっぱり今年からもらえるようになったクッション、絶対あれが嬉しいはずです。私も欲しいですので。ありがとうございます。この全日本オセロ選手権の優勝で栗田新八段は、今年の世界オセロ選手権、なんとベルギーゲントで開催される日本代表になりました。楽しみですね。そうですね、栗田八段2012年のオランダ大会だったと思うんですけど、はい、そこで1回日本代表になって参加してるんですよね。でその時は日本チームが 1,2,3 だったんですけど、栗田選手はその中の3位だったということで、今回は優勝を狙って頑張ってほしいですね。今回も期待できそうですね、はい、中島さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。次回のオセロの全国大会はオセロ王座戦です。戦いの舞台は東京浅草橋です。お楽しみに。さよなら。さよなら。